ジョシュア・エム・スモーカーは、アメリカ合衆国ジョージア州合ドン群カルフーン、出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューション所属。2007年の MLB ドラフト一巡滅移保で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。また、この時チームメイトのチャーリー・カルバーソンも同じく一巡滅移保で、 サンフランシスコジャイアンツから指名されて、プロ入りしている。契約後、参加の A-9 バーモントレークモンスターズで、プロデビュー。2試合に先発登板して、防御率4.505奪三振の成績を残した。2008年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズと A 級、ヘイワーズタウンサンズでプレーし、2球団合計で11試合に先発登板して2勝5敗。 防御率5.4837脱三振の成績を残した。2009年はルーキー級ガルフコーストリーグナショナルズでプレーし、10試合に先発登板して4勝2敗、防御率3.3831脱三振の成績を残した。2010年は A 級ヘイガーズタウンでプレーし、30試合に登板して3勝10敗3セーブ。 防御率6.5092奪三振の成績を残した。2011年は A 級ポトマックナショナルズでプレーし、46試合に登板して5勝2敗にセーブ、防御率2.3156奪三振の成績を残した。2012年はルーキー級ガルフコーストリーグナショナルズ A 級ヘイガーズタウン A 級ポトマックでプレーし、 三球団合計で6試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率7.456奪三振の成績を残した。2013年は、登板がなく、ジェームズ・リュース博士の失刀で回線筋鍵盤と、関節唇の修復手術を受けたが、術後、休息が落ち、ナショナルズを自由契約となった。2014年は独立リーグフロンティアリーグの、 ロックフォード・アビエーターズと契約。28試合に登板して1勝0敗、防御率4.0329奪三振の成績を残した。2015年4月2日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。この年は、参カの A 級、サバンナ・サンドナッツ、A 級セントルーシー・メッツ、AA 級、ビンガムトン・メッツでプレイし、 3球団合計で41試合に登板して3勝、0敗6セーブ、防御率3.1260奪三振の成績を残した。オフの11月5日に40人枠入りした。2016年は開幕からトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレー。7月26日にメジャー初昇格を果たしたが、この時は登板せずに、翌27日に、 トリプル A 級ラスベガスへ降格した。その後、8月19日に再昇格すると、同日のジャイアンツ戦でメジャーデビュー。8月29日のマイアミマーリンズ戦でメジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは20試合に登板して3勝0敗、防御率4.7025奪三振の成績を残した。2017年は初めて開幕25人枠入りした。 この年は54試合に登板して1勝2敗、防御率5.1168奪三振の成績を残した。2018年1月26日に、ホセレースのメッツとの再契約に伴って、ディエフェとなった。1月31日にダニエル・ザ・モラ及びキンセントのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。シーズンでは7試合で11.12と打ち込まれ、 7月23日にディフェとなった。7月28日にウェーバー工事を経てデトロイトタイガースへ移籍した。9月7日に自由契約となった。10月8日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2019年5月7日に解雇となる。8月9日に独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。 平均約95マイルパーアワーの速球とスプリッターで三振の山を築くが一発を食らう場面も目立つ。ありがとうございます。